サマーズワースは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州、ストラフォード郡の市である。2010年国勢調査では、人口1万1766人だった。ニューハンプシャー州にある13市の中で、サマーズワースは、面積最小、人口は、第11位である。サマーズワースは当初アイルランドのスライゴにちなんで、スライゴと呼ばれており、1700年以前に、 ドーバーバの一部としてて入職されていた。1729年にサマーズワースの教区として組織され、夏にはここで牧師が説教をしたので、夏の街という意味だった。1754年、ニューハンプシャー植民地総督ベニング・ウェントワースが、街として分離、法人化した。1849年までは、ロリンズフォードの街を含んでいた。法人化の時の事務手続きミスにより、 町名の綴りがサマースワースではなくサマーズワースとされた。1893年には主として法人化された。その前はグレートホールズとも呼ばれていた。グレートホールズ製造会社の少年労働者、1909年にルイスハイン撮影範通り、1910年頃サマーズワースはサーモンフォールズ川が1マイルの間に100ヒート降下する位置にあり、 製粉書や製材書をはじめとして、初期の工業都市になった。1822年、マサチューセッツ州ボストンのアイザック・ウェンデルと、ジェイコブ・ウェンデル兄弟が、グレートだけにあった、製粉書を、推権券と共に5000ドルで購入した。兄弟は、繊維製造のグレートフォールズ製造会社を設立し、宝石、綿織物と毛織物で工場が3つあり、穴開け、シャツ地、敷布に特化した。 19世紀を通じて、漂白や染めのための広大なレンガ作り工場が川そばに建設された。ダムに付けられたゲートハウスによって必要なだけ水を供給し、川と会社の運河に流す水量を調整し、それ自体が工場の元に送るもんがあった。水力が車輪やベルトを回し、工場の機械を動かした。商品はドーバーに荷車で送られていたが、 1840年代初期には鉄道が開通した。当初、橋を直接越えてくるメイン州バーリックのものを含む周辺の園から工場労働者が来ていた。多くは女性だった。しかし、労働需要が増すにつれてアイルランドから後にケベック州から移民が入ってくるようになった。会社が家族連れを雇用するためにレンガ作りのアパート長屋を貸した。 家族の両親はもちろんその子供たちの多くも工場で働いたが少年労働法が通過するとそれも難しくなった。労働者は余暇を楽しむためにオペラハウスやヴィランド池の横にできたアミューズメントパークのセントラルパークで娯楽を見つけた。1870年代初期、ポーツマスグレートホールズコンウェイ鉄道がホワイト山地まで交楽列車を走らせた。 電気路面鉄道が1890年に開通し、ヨークビーチまで電車で行けた。20世紀に入って、ニューイングランド地方の繊維産業は衰退していった。水力は新しい形態のエネルギーで置き換えられ、面紙はそれが生産される場所でも製造でき、輸送費が抑えられた。労働力はアメリカ合衆国南部で安価であり、 ニューハンプシャー州で工場の石炭や綿紙など原料に課される在庫税も南部ではなかった。世界恐慌の時代に地域の多くの繊維会社を破産させ土地の施設は靴製造に転用された。グレートホールズ製造会社の大きな工場は1980年代に他の用途に変えられた。ただし漂白工場は2003年11月の火災で消失した。 この火事はニューハンプシャー州とメイン州の合わせて23の消防署からの支援を要請するような大火事になった。ゼネラルエレクトリック社がエネルギー事業のための最新式電力計を製造する工場を運営している。サマーズワースの最盛期は工業時代だった。ドーバーやロチェスターなど隣接する大都市の陰に隠れることが多かったが、その繁栄した時代からのビクトリア町建築を 大量に保持している。ザヒルと呼ばれる歴史地区内には特に古い時代の住居が残っており、改修されている。サマーズワースの自然体が今日では、他の都市やポーツマス海軍造船所のためのベッドタウンになっている。しかしハイ通りのアッパーエンドは小売業の中心として発展しており、大型郊外店も出店している。サマーズワース市は、 北緯43度15分14秒整形70度52分32秒、北緯43.25389度整形70.87556度、43.25389-70.87556に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.0平方マイルであり、このうち陸地9.8平方マイル、 水域は0.2平方マイルで、水域率は2.30%である。市内にはサーモンフォールズ川が流れている。市内最高地点は市中心の西に立ち上がるプロスペクトヒルであり、そこに貯水池が作られている。この丘の標高は約310フィートである。ニューハンプシャー州道9号線が市内の幹線道であり、北はメイン州バーリークに、南は ドーバー市に通じている。修道108号線が市の西部を通っており、北西のロチェスターと南のドーバーをつないでいる。修道236号線は中心街を西に出て、修道108号線に繋いでいる。サマーズワースの南はドリンズフォードに、南西はドーバー市に、北西はロチェスター市に接し、北東はサーモンホールズ川の向こうにメイン州バーリックがある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。サマーズワース教育学区には、サマーズワース高校、サマーズワース中学校、アイドルハーストとメープルウッドの2つの小学校で構成されている。サマーズワース最初の高校は1850年に開校した。1927年、同じ場所にヒルトップ学校が建設され、最初の高校に置き換わった。 その学校は後に小学校に転用された。1999年、ニューハンプシャー州消防保安官から、ヒルトップ学校に多くの消防法違反が指摘され、サマーズワース氏は3年間の猶予期間をもらった。教育学区は、その猶予期間中に多くの法令違反に対処できなかったにもかかわらず、2007年8月、市が2006年11月に警告された。 法令違反を無視したために、就消防法案官によってこの学校の上層階が閉鎖された。この上層階の閉鎖は、夏季休暇が終わって、地区の生徒が戻ってくる数週間前のことだった。このために新学期の授業開始が2週間以上遅れた。移動教室3つが導入された。生徒たちは、仮想2回分の教室と移動教室を使っている。2007年春、 サマーズワース教育委員会はヒルトップ学校に代わる新しい学校の建設を決めた。2009年2月17日、市政委員会は新小学校建設のため2990万ドルの再建発行を承認した。新学校はアイドルハーストと名付けられ、2011年から2012年の教育年度に開校した。ありがとうございます。